こんばんは。11月30日、あ、すいません。水曜日、午後10時30分を回りました。4号頻号の夜、第349回。今夜もどうぞよろしくお願いします。なんかね、まあ、外は、雨は降ってませんけれど、なんかすごい蒸し暑くて、今、半袖で、過ごしております。まあね、暖かい日とか寒い日が繰り返しやってくるんでね、風邪ひかないように、皆さん、くれぐれもご注意ください。まあ、風邪といえば、ここ数年ですね、長引くような風邪とか、あと熱が出るような風邪っていうのは、ほとんどもないですね。待ってください。まあ、軽くね、まあ、咳をしたり、ちょっと朝方、鼻水が出るというようなことはあるんですけどね。まあ、熱が、上がっちゃうとか、そんなことはもうほとんどなくなったんですね。その大きな理由があるんですよ。これ。ダーン。鉢巻きをしましたけど。これですね。なんと光って見えないですね。なんて書いてあるか。ちょっと引きましょうか。はい。青島神社。じゃん、反対側。新春のみそぎ、裸参りって書いてますね。そうです。今年も、来ました。青島神社さんからですね、新春のみそぎ、青島神社裸参りのご案内の文章が届きました。いつもね、この時期に、参加した方々に対して、また来年も、参加しませんかというご案内文が届くんですけどね、こういった案内文書を送るにも結構お金かかっちゃうんでね、まあ、大変だろうなと思うんですけれど、今年はね、1月10日、成人の日、毎年、あ、すいません、ちょっと映像も音声も悪いな、毎年、成人の日に行われるんですけど、平成24年、来年は、1月の9日、に、行いますということで、結構ね、参加人数が増えてきたということで、まあ、先着400人の方を、締め切って、今回が398人の参加があったんですけど、まあ、来年もね、先着400人という定員を決めて行うということですね。ここに詳しい案内のチラシが来ているんですけどね。申し込みはですね、去年電子メールでも受け付けていたんですけど、まあ、今回は原則ファックス専用用紙、ここにファックスの専用用紙があるんですけれど、これね、早速も2人参加者名を書いてますけれど、ファックスで送ってほしいということ。あと参加資格は健康な方、まあ、これは当然なんですが、下は、幼稚園、上は、70代、80代の方まで参加されますんでね、まあ、自分の健康には、自分で管理するということで、自分の健康にね、不安のある方は、まあ、参加できません。まあ、風邪をひいてる人、高血圧の人、心臓の悪い人は参加できないと。で、参加料が小学生以上1人700円。だから700円にこういった、次回の通信料というかね、郵便の料金も入ってるんじゃないかなと思います。で、参加服装はもちろん、男子は白足袋、白ふんどし、白鉢巻き。女性が白足袋、白短パン、白 T シャツ、白襦袢、白鉢巻き。まあ、衣装については、各自で、持参するか、持ってくるか、または受付で購入するか、どっちかになりますが、この鉢巻きは記念品として、もらえますんでね、これは大丈夫です。短パンがですね、1500円。
序盤が1500円、足袋が1000円、ふんどしが500円で販売してますが、僕ね、一番最初に参加した時にふんどしをね、探しに行ったんですね。町の呉服店とかあちこち行ったんですけど、あのファッションふんどし、何年か前に、ファッションふんどしが流行って、そういった、カラフルなふんどしはありますけれど、まっさらな白ふんはありませんって言われて、ある呉服屋の店員さんが、ああ病院でつけるやつがありますよね、盲腸とか切った後に、ふんどしをつけるんですけれど、医療用のふんどし、あれはどうでしょうかということで、第1回目その医療用のふんどしを買ってつけていったんですね。そしたら、その、みそぎ中に横の方からポロッとはみ出したんですね。あれは恥ずかしかったですね。まあそのことをうちのパソコン教室の受講生さんにお話をしたら、じゃあ作ってあげます、まあ着替え用もいりますんで2枚作ってあげますということで、結構頑丈な、ふんどしを作っていただき、まあそれを毎年履いているんですが、横の方からはみ出すこともなく、きちっと収まって、本当使い勝手がいいふんどしで、本当ね、ありがとうございます、感謝しておるとこです。今回もし来年も参加するんですけど、4回目、5回目になるのかな、まあ、そんなにね、ずっと昔から、参加はしてませんけれど、市民メディアで、これ取材始めてから、初めは取材する側から見ていたんですけれど、いやこれ楽しいというのはやはり自分が参加しないとわからないかなと思ってですね、で実際、参加しながらビデオカメラを担いで取材しながら、参加しているんですが、まあ今回次回はね、今ビデオカメラがもう壊れているんで、もうビデオカメラなしできちんと、ね、取材しないで、みそぎをしようかなと思ってます。まあ、というのが、ね、東日本大震災以降初めて行われる、新春のみそぎということで、まあね、いろんな思いがありますんでね、まあ、きちんと、祈りを込めてみそぎをしたいなというふうに考えているところでございます。まあ、の当日はですね、受付が違うんですね。あ、受付同じか、男性女性とも青島観光ホテルの1階ロビーで受付になるんですが、着替える場所、あとむすぎが終わった後の、着替え、お風呂、温泉は男性が青島観光ホテル、女性が青島グランドホテルっていうふうに分かれてるんですね。まあ、のみそぎの時間帯なんですけど、午前9時から受付が始まって、で青島観光ホテル前出発するのが11時30分ぐらいで、5分ぐらい、まあ、駆け足行進で、進んで神社前に行って、みそぎ行法、準備体操をね、こうでやるんですけど、みそぎ行法とかを行って、まず青島神社前で、みそぎを行う。そして青島神社を参拝をして、また、今度は青島海水浴場に移動をして、そして青島海水浴場に入ってみそぎを行うと、2回みそぎを行います。その後、青島参道で寒水といってバケツに入った、真水をバーッとかぶって終わりですということになりますね。その後、ふんどし姿の、若い男性陣が、餅をついたり、いろんな振る舞いとかありますんでね、結構ギャラリーが多いですね。ちょっとなんか映像が固まっているんですが、問題ないかな。よいしょ、撮りますね。ギャラリー、すごい結構多いんですけど、ただギャラリーの方もね、一緒に参加すれば楽しいのになというふうに思ったりはしているんですけれど、まあね、そんなに寒く、何年前かな、結構風が冷たかった、すごい風がビュービュー吹いて、寒かった時もあったんですけれど、
海水、海に入るとそんなにね寒くないんですね。逆に海の方が暖かいんで、ずっと長く使っている方も、いらっしゃいましたけどね。この青島神社の裸回りっていうのはですね、毎年旧暦の12月17日の夜に行われるんですね。で、当夜参拝すれば500度回りの10回分、つまり1000日分の、液を売ることができると伝えられております。まあそれ、まあ夜はちょっとね、暗くて危ないしできないということで、まあ前ね、成人の日の、昼間に行われるということで、まあ、この行事は、残っているんですけれど、まあ日本というか宮崎の中でも結構古い行事、伝統行事、まあ、日本で見れば、まあ、日本の伝統行事にもつながってきますんでね、まあ、これはずっと、つながって後世にもつなげていきたいなという気持ちで、まあ、僕らも、参加しているところでございます。あのね、近年女性の参加者が増えてきてるんですね。恋旅の関係で青島神社が恋が成就するというスポットになっていて、去年がね、高千穂神社のパワースポットと青島神社のパワースポットを連動して、高千穂神社から青島神社に来て、で新春の禊に参加して、東京に帰るというツアーがあったみたいで、結構ね女性の参加者が、多かったですね。と今回、まあ、恋旅とか、まあ、いろんなイベントが宮崎県内でも行われてますんで、まあ、恋旅関係者の皆さん、あと恋旅のイベントに参加される皆さんももちろん参加するんではないかなというふうに思ってますんで、ぜひ裸参りご参加よろしくお願いします。勘違いするアンポンタンがおって、裸祭りではありません。ね、庶民祭りってどこだったかな、一時期ポスターで問題になりましたよね。男性の裸のポスターをめぐって、問題になったんですけれど、裸祭りではありません。裸参りということで、よくその祭りと参りを、間違える方いらっしゃるんですけど、まあ、中にはね、筋肉隆々でかっこいい若いお姉ちゃんもいて、そういった筋肉隆々のお兄ちゃんを見るためのやってくる、ギャラリーさんも結構多いんですけれど、あくまでも、神事、日本の伝統行事でありますんでね、その辺ご理解をよろしくお願いします。まあね、冠水、水かぶってでお餅をもらったりして、まあ、その後、ちょっと待って、あ、すいません。ホテルに戻るんですけど、ホテルでは、まあそこ、青島温泉といって、温泉が出るんで、温泉に入るんですけど、ゆっくり温泉に入れません。もう芋笑い状態。やっと人間が一人入るスペースで、バーッと皆さん、同じような裸周りの皆さんがいらっしゃいますんでね、まあ、そんなにゆっくりと入ることはできないんですけれど、まあね、温泉の宣言が、なんていうか、海水と同じようにぬるぬるしてるんですよ。だから海水浴びた後にまだぬるぬるした温泉浴びるのはどうかなと思ってはいるんですけど、まあ、一番最後に、シャワーをバーッとかぶって、体をきれいにして、それが終わったらですね、ナオライといって、おかゆと梅干しと、あと去年はね、エビが入った磯の味噌汁みたいなものが出るんですね。あと紅白のお餅、あと、アルコールの代わりに三栄のみかんジュースをいただいて、あと青島神社のお札をいただいて、はい、さようならということで、午前9時からだいたいお昼の1時2時ぐらいまでの行事なんですけど、これね、寒さの中に自分を、鍛える、厳しい環境において、厳しい環境というか、みんな、400人一緒になって動いているんで特に問題ないんですけれど、去年はね、救急車が来ましたね。
この、裸参り始めて、救急車来たということで、皆さん騒然となったんですけど、なんか前の晩、酒飲んで酔っ払ってあまり眠ってなかったので、これでダウンしたということで、特に問題ないというか、自分の管理がまずかったということで、まあ、裸参りはそのまま、続行されたんですけれど、くれぐれも参加する方、特に若い方々はね、無茶して参加する方もいらっしゃいますんでね、前の日、深酒はやめにして早く寝ましょうということ、体調、睡眠が十分であれば特に問題ないかと思います。うん、これ、ね、面白いです。うん、裏側にもなんか書いてますね。案内図が書いているんですけれど、なるほどなるほど、流れが、はい、このふうに詳しく書いてあるんで分かりますね。あとこれホームページの方でもご紹介した方がいいのかな。一応先ほど YouTube の方に、1分ぐらいの、参加者募集の、CM を作りましたんで、青島神社関係者の皆さんどうぞご覧ください。また、参加したい方、ぜひ YouTube の方の CM をご覧ください。これサシス清掃の音が結構大きく入りますね。すいません。まあね、面白いっていうか、やっぱり日本人ですからね、また日本の伝統芸能、伝統行事かに参加するっていうことは、やはり一生のうちに何回かやった方が良いかと思いますよ。最近海外の方が参加するってことも増えてますんでね、まあ、グローバルな行事になっていきそうな感じもあるんですけれど、まあ、見るよりもやる、参加する、ふんどしをキュッと締めて参加すると、キュッとなんか気持ちも引き締まりますね。まあ、僕は剣道をやってましたんで、剣道はご存知のように、下には何もつきません。昔はふんどしをつけたようなんですけど、寒い時も暑い時もすっぽんぽん、パンツも脱いで、全部脱いで自分の体を、清めるというわけではないですけれど、やっぱり剣道というのは礼に始まって礼に終わると、精神の、鍛えるスポーツということでね、裸になって、道着を着て防具をつけてやるんですが、それと同じ気持ちになれるということなんで、まあ面白く言えば裸族裸なんですけれど、裸族になるのが好きというわけではありませんけれどね、やはり自分の心体を清めるということもね、まあ、あった方がいいのかなと思っているところでございます。こういったね、鉢巻きいただけるんでね、ビシッと、はい、まあ、かっこいいと思いますよね。ですんで、もしね、1月9日、お時間ございましたら、一応これ先着400名で、ファックスでお申し込みをということで、12月25日までです。ただね、そんなね、400人がバッと早い時期に集中するっていうことはなく、キャンセル待ちもあるそうです。だから400人超えても、その中から何人かの方がキャンセルで、取りやめるってこともあるんで、当日受付も、行うそうです。今回は当日受付も含めて、まあ、398人という数なんで、まあ、今回も、400人前後になるのではないかなというふうに考えておりますんでね、ぜひよろしくお願いします。みんなで、宮崎の日本の伝統文化を守っていきたいと思います。はい、ということで、今回は今年も来ましたということで、新春のみそぎ青島神社裸参りのお話をしました。また詳しくはね、僕の方のブログ
あと YouTube の、動画の方を、ご覧ください。はい。今夜の四五金吾の夜第349回、この付近で終わりたいと思います。明日木曜日も同じ時間帯に、放送しますので、どうぞ明日もお時間ございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。では、失礼します。